新たに本日は64人の感染が確認をされました。まあ、昨日過去最多の40人ということをご報告をしたばかりでありますけれども、連日過去最高を更新をするという大変深刻な事態になっているというふうに考えております。やはり感染力がより強いデルタ株によります感染拡大のスピードの速さが、まあ、過去もいわば異次元の速さで高知県に押し寄せている。今日県内では過去最多となる64人の感染が判明しました。宿泊療養施設の患者が149人と昨日に比べ27人増加。施設が逼迫した状況にあるとして浜田知事は、症状がいわゆるない無症状の方などは例えば自宅で当面療養していただく様子を見ていただくと、それをどうサポートをするかというようなことも具体的に検討をし、必要なものについては無症状者の自宅療養も検討していることを明らかにしました。この状況を受けて知事は、認識としましてはもう限りなくこの非常事態に近いところに迫ってきているというふうに考えておりまして、非常事態レベルに引き上げることが必要ではないかという点、この点について現在検討の作業を行わせております。さらに夏休みなどで感染の多くが県外からの往来であるとし、普段会わない人との会食が感染の原因になっているケースがあるなどとして、飲食店への時短要請を行うことを示唆しました。やはり飲食店のなどの営業時間の短縮の協力要請、これについて、これはもう不可避の要素として検討せざるを得ないという認識に今立ち至っております。まあ、その意味で現時点で候補としておりますのは高知市、そして南国市、江南市、このあたりに対象地域が絞り込む必要があるのではないかと。飲食店などへは今週土曜日からの営業時間短縮を要請することを検討中で、明日会議を開き決定します。